初スバル、フォレスターはまさに出自剛健 SUV。 登山、バックカントリースキーなどアウトドアをメインに使ってきたジムニーは頼もしい相棒でしたが、カレイと共に K では長距離走行が苦しくなり買い替えを検討。ワルロ、雪道の走破性を求めつつ、より快適で荷物積載性、そして安全性、コストパフォーマンスを総合的に考慮した結果、初のスバルフォレスターに決定しました。 XB タスキーレスアクセス、パワーシート、パワーリアゲート、アドバンストセーフティパッケージ、タスダイヤトーンナビ、ダイヤトーン G20 スピーカー、リアモニター、ガラスコーティング、とうとう。エクステリア、クロカン 4WD ほどではないにしろ、精悍で武骨な印象のデザインはスタイリッシュ SUV が多い中では逆に新鮮です。インテリア、室内は広く、荷室も大きくジムニーで我慢を強いられていた点が完全に解消されました。これなら登山も前日出発、登山口で仮眠も楽にこなせそうです。音楽好きでいい音を聞きたくて、ナビはダイヤトーンタス G20 スピーカーをセットしました。メーカー OPT のハーマンカーボンにも惹かれましたが、走行中の機能制限等勘案、音のダイヤトーンに決定。音源はアップルロスレス、音の解像度は秀逸です。次回ハイレゾフラッグ音源でも試してみたいですね。リアモニターもつけましたが、交代時の安心感が違います。エンジン性能、胴乗りが多いので燃費重視で2リッターノーマルを選択。 1.5 トンの車重を感じさせない快適な走りを楽しめます。まだ東京から金沢往復1000キロに使用しただけで、ボクサーエンジンらしさを感じるまでには至っていませんが、静かでスムーズなエンジンだと感じています。走行性能、ロールの少ないフラットなコーナリング性能は素晴らしいです。2リッタークラスで今時 CVT はそろそろ変えるべきでしょうか。 CVT 独特の引きずり感が多少残っているのがやや残念ですが、日常使いしているベッキーのアルトとは比べ物にならないくらいには洗練されており、特に不満というほどのものではありません。 AWD 性能もフォレスターに決めたポイントの一つですが、これは冬になるまで感じることはないかもしれません。安全性能は現時点スバルの真骨頂ですが、アイサイト V3 の安心感は何物にも代えがたい装備です。各社自動ブレーキ比較、フォレスターはマイナー前でアイサイト V2 ですが、それでも他社をしのぐ性能。またオフセット衝突試験の比較なども見ると、スバルフォレスターは衝突時のキャビン変形が少なく乗員を保護する性能で優れていることがわかります。衝突回避性能に優れ、万が一の事故でもダメージを最小限に抑えてくれる車がフォレスターと言ってよいでしょう。アダプティブクルーズコントロールは実に便利で、東京から金沢まで高速ではほぼ指先だけの操作でステアリング操作で済みました。長距離の力強い味方です。レーンキープコントロールもいいですね。早くこれが自動運転まで進化してくれるといいですね。高速だけでも自動運転してくれれば買いかなと思います。アダプティブドライビングビーム、高山から松本間で使用。ライトがうねうねと照射範囲をコントロールしてくれ、峠道などではそれなりに恩恵あります。対向車パッシングは一度もなし。前方直進路で時々ハイビームに切り替わらないことあり、コーナーで前方に障害物を感知するとハイビームに切り替わるようです。乗り心地、ここ5年ほどジムニーに乗っていたので比較にならない快適さです。路面のショックも上手に吸収してくれ、マイナーチェンジで強化されたとの静粛性は長距離ドライブと音楽を楽しむのに恩恵大です。ジムニーはフロントのみでしたが、フォレスターはリアにもシートヒーターあり、母親を乗せる時などありがたい気配り装備です。燃費、金沢往復930キロ、クルーズコントロール頻繁使用でリッター15から16キロ、2リッターの AWD であることを考えると満足のいく燃費性能です。 660cc のジムニーはどんなに頑張ってもリッター11から12キロだったので、60リッタータンクも相まって
長距離ドライブでは実に助かりそうです。価格、5年半落ちのジムニーが下取り90万円プラス250万円支払いでした。 CX5、 エクストレイル、ベゼル、ハリアーと競合の中ではベストバリューフォーマネーかと総評。動力系では PHEV に最も興味があり、買うなら PHEV と思っていましたが、 SUV では選択肢は今話題の三菱のみ。トヨタのハイブリッド SUV は 4WD システムが貧弱で対象から外れ、 CX5 などディーゼルも面白そうでしたが、リアの居住性、安全装置の性能差を考え、最終的にボクサーエンジンのフォレスターに。厳格評価で有名なアメリカのコンシューマーレポートでも高得点を獲得しているスバルフォレスター。決して安い買い物ではありませんでしたが、クオリティオブライフを高めるための相棒として活躍してくれそうです。